おはようございます、ジョフォルトです。シャキーン。本日は楽器弾き比べ、よいしょ。こちらのピアノ、ペトロフとディアパソンとカワイとウェンドル&ラングっていうね、ピアノを浜松ピアノ店にあったので、ちょっと弾き比べをしてみたいなと思います。で、早速弾いていきましょう。まずこのペトロフっていうのは、チェコ製、ヨーチェコ、ヨーチェケ、あ、違う、チェコ製ですね。はい。で、なんかどちらかといったら、明るい、で、木の特徴的な、ピアノとなっているそうです。ちょっと弾いてみましょうか。じゃあ、どうですか？なんか結構どちらかといったらおっとりとした優しさのある音かな。で、ちょっと高音もパリッとしてますね、思ったよりも。でもなんか中間部からこちら方はあったかい感じが弾いた感じしますね。どちらかといったらもうパリパリしてますね、高音の方が。じゃあ高音があるやつ。特徴のある音を知ってますね。どちらかといったら、まあ、ここら辺、ここら辺がどちらかというとパンっていう伸びますね。はい、2代目はウェンド&ラングっていうね、オーストリアのブランドの、ピアノです。僕はね、このピアノ初めて見ました。そして初めて触っていきます。どうですか？これはお家用のサイズのピアノなんですけど、思ったよりもなりますね。
なんか優しい音とかでも僕が今までこの小さいサイズのピアノとか触ってきた時にちょっとね普通に気を使わなくても音が出るかなっていう感じですね。その音があんま抜ける心配がなく音が出ました。よし、次河合のピアノやってみましょう。はい、こちらの河合のピアノなんですけど、ちっちゃいサイズのピアノなんですけど、マンションとかでも音がちっちゃくなるようになんかね、防音の装置がついてるそうです。ピアノマスクっていうね、仕様になってるらしくて、特徴としては、上と下を密封できて、音がめちゃくちゃちっちゃくなるそうです。じゃあ僕が爆音で弾いてるサイズ中に、この楽器店の、ミキさんっていう方にね、ちょっとね、やってもらいましょう。じゃあ僕爆音で弾きますんで、お願いします。普通にね、一気に音がちっちゃくなったの分かります？めちゃくちゃ音が変わったの分かりますか？めちゃくちゃ音がね、一気にちっちゃくなったんですけど、このピアノはピアノマスクって言って防音のような働きをする、音を遮断する、ものがあるそうです。蓋を閉じるだけで一気に音がちっちゃくなりましたよね。これは河合のピアノだけだそうです。じゃあディアパソンに次行きたいと思うんですけども、これはまたね違うピアノとなってます。それでは早速取り上げていこう。わーお、すごい音が鳴るじゃないですか。わーお。じゃあめちゃくちゃ音が鳴るってことでラフマニノフ行きたいと思います。ピアノ壊さないように気をつけます。めっちゃ音が出るじゃないですか。これすごい音が出ますね。音で反応がダイレクトに返ってくるって感じ。まあね、ピアノっていうのはね、言葉で音をどうこう伝えようっていうのは難しいんですよ。もうね、弾き手が伝わらないと難しいので、まあ僕がね、まあ、この中でもしお家でピアノ買うってなったら、
まあ、一番最初にか、触ったペトロフが、なんかその自分の中では、引き応えというか、なんかぬくもりを感じたので、まあ、僕だったらそれを選ぶかもしれないですけども、人によっては全然変わる、違うピアノをね、多分選ぶと思うので、まあ、もしかしたらね、次の日触りに来たら、多分違うピアノ選んでるかもしれないので、まあ、ピアノっていうのはね、その日ごとに、音とか、すごいね、変わってくるので、あと自分の気持ちとね、その時のなんかそのね、燃えたぎるものとかによって、全然ね、自分が好きなピアノっていうのはね、触らないとわからないので、ぜひ皆さんもね、もしピアノとか選ばれる際には、いろんなピアノ触ってみて、どれが一番いいのか選んでみてもらえたらなと思います。というわけで、今回は浜松ピアノ店にて、ピアノの弾き比べをしたので、ありがとうございます。というわけで、バイバイ。グッドを捨ててなんならチャンネル登録してねゴリマッチョ、ウソマッチョマッチョマッチョマッスルボーマッチョ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 